お店の人、この棚の端っこから端っこまで全部ちょうだい。支払いはこのブラックカードで。そう、一回払い。一回払いに決まってるでしょ。ブラックカードやぞ、ブラック。袋に詰めたら前のロールスロースまでロールスロイスまで持ってきてちょうだい。じゃあ待ってるから。あれ、なぎちゃん久しぶり。え、誰でしたっけ。俺やで、西森やで。あ、お久しぶりですね。久しぶり。10年前の春、突然ラジオが打ち切りになって、あれから10年。私はいろいろありましたけど、西森さんは最近何してるんですか。いやー、あんまりその芳しくなくて、その仕事の感じが。あらら。まあまあ、でも、はい、上の娘をもう中学から働かしてるから。いや、国まあまあ残酷。家計はなんとか。あ、まあ、たまに劇場出たりとかして頑張ってるけど。頑張れお前が、もうちょっと、うん、バイトをせ、バイトを、うん、あらー、うん、大変ですわね。まあまあね、うん、はい、劇場の出番のない時どうしてるんですか。うん、まあゴロゴロ働けや。その分働けと、背中痛いもん、もう。なぎちゃんあれやな、はい、羽振り良さそうというか、なんかお金持ってそうやな、はい、なんでそんなお金あんの。いや、まあやっぱり、うん、あの女優として成功したんです。そうか、よく見るもんな最近。そうなんです、すいません。なんかそうなんや。はい、まあ急にちょっとびっくりすると思うねんけど、はい、なぎちゃんお金貸してくれへんかな。うん、じゃあ何に使うんですか、うん、いくらぐらい必要ですか。まあいくらでもあるだけロト6買おう思ってんねん。もうそれしかないから。ロト6、ロト6、うん、できるだけ買おう思って。一回しょ、まあ、一発でいけると思うわ。クズやな、うん。でも結構ロト6って大変じゃないですか、うん、いや、もうこんだけな苦しかった、当たると思う。苦しい、うん、じゃあ、うん、100万で。100万。はい、100万か、うん、いや、貸したらあかんねん。